Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.20世紀ロックへようこそ。今日は日本ロック界のボス矢沢永吉について語っちゃいたいんだけど、さすがにキャリアが壮大すぎるし、迂闊にね抜粋とかもできないから、ひとまず今日は70年代に絞って、いわゆるねソニーイヤーズのアルバムを紹介することにします。まあ A ちゃんに理屈は似合わないし、意外とねさらっとした内容になっちゃうかもだけど、でも少なくともねアルバムごとに主曲の1曲を決めていこうと思うんで、ぜひ最後までお付き合いください。そうそう、今日ね偶然この動画にたどり着いたっていう人に伝えたいんだけど、このチャンネルは20世紀ロック普及委員会ってスタンスでね、ロックネタの動画を時代や国境を超えてガンガンアップしてるんで、ぜひチャンネル登録しておいてくれたらと思います。それではね、 A ちゃんソロキャリアの基礎固めといえるソニーイヤーズのアルバムを紐解いていきましょう。まずは1975年リリースの記念すべきソロデビューアルバム I Love You OK です。OB には俺の音楽、俺の生き様、俺なりの愛って書いてあります。そもそもね、このアルバム以前の A ちゃんのイメージっていうのは、もちろんそれはイコールキャロルなわけで、ベース弾きながら活かしたロックンロールを決めまくるって感じなわけだけど、潔いほどその延長線上にはないっていうか、全く違うサウンドを狙ってるんですよ。そのキャロル解散後に単身渡米して、ウエストコーストのねミュージシャンとレコーディングしてるんだけど、プロデューサーがトム・マックっていう人で、なんだろう、いわゆる名だたるロックの名盤をプロデュースしてきましたっていう人ではなくてさ、代表作はゴッドファーザーのサントラみたいなね、そんな人にプロデュースを任せたり、楽曲のアレンジをねマイク・メルボーンっていうもともとジャズ畑の人に任せたりしてて、おかげで全体にポップというか良質のポピュラーミュージック、そんな言い方がね似合う感じなんですよ。それって当然 A ちゃん自身が志向したものだとは思うけど、それまでのね極めてストリートっぽかったキャロル時代のイメージとは対極だし、おそらくファンの人ほど困惑したんじゃないかなと思いますよね。まあ後追いの耳で聞くと、とにかくメロディーのクオリティが際立ってるというか、メロディーメーカー矢沢のその職業作家レベルの才能がねどの曲からも溢れ出してる、そんな感じなんですけど、もうほんと A 面1曲目のセクシーキャットから、雨のハイウェイ、ライフイズベインでひっくり返すと、恋の列車はリバプール発、安物の時計で、ラストは名バラード I Love You OK だからね、やばい。ただ曲名だけ列記しちゃったけど、でもマジで楽曲そのもののメロディーの美しさを堪能できる、そんな作品だと思います。なのでこのアルバムに関しては全てが主曲っていうのが正解なんですけど、でもあえて1曲選ぶならサブウェイ特急ってことにさせていただきたいです。歌詞を書いてるのは俺の大好きな松本隆なんだけど、でもこの曲に関してはね歌詞は二の次でよくて、その気持ちよく声を張れるサビのメロディーがね最高なんですよ。というか A ちゃんが気持ちよさそうに歌ってる、それが最高なんです。あ、ちなみにジャケット写真で A ちゃんが乗ってる車は、これ当時の愛車でリンカーンコンチネンタルなんだって。なんだろう、バブル先取りっていうか、若い頃の A ちゃんにはさ、良くも悪くもね、その稼ぎを誇示するみたいなさ、そんなイメージもあったんだよね、成り上がり自慢みたいな。でもそういうギラギラしたところも当時の若者を熱狂させる要因だった、そんな気もします。次は1976年リリースのセカンドアルバム A Day です。タスキには人生が愛が友達が一日で変わっていく青春の日々、振り向くことはしない、でも俺はもうここまで来てしまった、そして今日からって書いてあります。このアルバムは A ちゃん自身のセルフプロデュースで、参加ミュージシャンはね全員日本人、録音も全て国内のスタジオということで、前作とはねガラリと布陣を変えて制作されてるんですけど、全ての曲のアレンジを水谷公男って人にね一任してて、その人がギターも弾いてるんだけど、狙ってるサウンドは前作に続いてやっぱりポップっていう気がします。とはいえね、岡澤明と後藤継俊がさ、まあ、存在感のあるぶっといベースをブンブン弾くわけですよ。まあ、ぶっちゃけね A ちゃんのバンドでベースを弾くのってさ、どんな気分なんだろうって思うけど、そうだね、このアルバムに関してはギターよりベースが印象に残る、そんな気がします。あとレコーディングエンジニアが吉野金次って人で、俺はね日本屈指のいい音職人だと思ってるんだけど、そういうスタッフを起用するのも自分の作品を最高の形で届けたいっていうさ、 A ちゃんのこだわりの表れなのかもなって思ったりもします。でこのアルバムはとにかくバラード曲が素晴らしくて、王道バラードのタイトル曲 A Day の他にも親友とか、ストリングスが妙にエモい6月の雨の朝でしょ、あと古いラブレターっていう曲はね、ビートルズの Don't Let Me Down を思わせるというか、 A ちゃんの確かな進化を感じることのできる楽曲だったりします。そうそう、ライブのハイライトとして今も欠かさずプレイされてるルイジアンナーっつってみんながタオル投げるさ、
トラベリンバスはこのアデイに収録されてたりするんですけど、でも珠玉の一曲を選ぶなら、これシングルとしてもリリースされた真夜中のロックンロール、これに尽きると思います。なんだろう、 A ちゃん自身の歌がキャロルの頃よりスケールアップしてるっていうのをね、まざまざと実感させてくれるし、ブラスとか女性コーラスも入ってアレンジもゴージャスなんですよね、うん、これが1976年版矢沢流ロックンロールって感じの堂々としたプレイが最高なんです。70年代の A ちゃんはね、1年に1枚のペースでコンスタントにアルバムを発売してるんですけど、これは77年リリースのサードアルバム、ドアを開けろです。ソニー時代のアルバムで唯一ね、日本語のタイトルだったりするんですけど、英語表記はオープンザドアではなく、オープンユアハートってなってる。お前の心のドアを開けろってことだよね。帯にもね、心を開けよ俺の音楽で、突っ走っていれば今に何かがつかめるって書いてあります。このアルバムも前作に続いてセルフプロデュースなんだけど、ここからね、いわゆる矢沢ファミリーというか、後にノーバディとして活動する相沢幸雄と木原敏夫が揃うことになるんですよ。まあ、相沢幸雄はね、I Love You OK の詩を書いてる人で、木原敏夫はキャロル以前に A ちゃんとヤマトってバンドを一緒にやってた人だったりしますけど、この2人がね、まあ、矢沢ファミリー解散後にはヒット曲を連発することになる。例えばハウンドドッグで俺が唯一好きな曲、浮気なパレットキャットとか、アン・ルイスの六本木真珠、あと吉川晃司のさよならは8月のララバイとかね。でリズム隊はサディスティックスっていうか、ベースは後藤継俊、ドラムは高橋幸宏が叩いてるんだけど、サウンド的にはこのアルバムからね、ガゼンロックバンドって感じになるんですよ。世話が焼けるぜとか、あの子と暮らせないとかね、もうマジでかっこよすぎるし、あとバーボン人生って曲のおしゃれなアプローチとかはさ、まあ、それまでの A ちゃんにはなかった部分だと思います。そうだな、チャイナタウンのレゲエっぽいさ、小粋なアレンジもたまらないっすけど、でも珠玉の一曲はこれぞ矢沢節って感じの黒く塗りつぶせとさせていただきます。あの還暦ライブ、東京ドームでやった還暦ライブの時にさ、氷室京介と河本ひろと、あとマーシー、言ってみりゃボーイとブルハを従えてこの曲を披露したっていう、もう大物感がヤバすぎるっていうか、ちょっと反則でしょ。もうひたすらがむしゃらにさ、上を目指す上昇志向むき出しな歌をセレブたちが集ってさ歌うっていうのも、まあ、シュールでしかないけど、うん、でもかっこいい。そうだね、信じられないくらい A ちゃんがぶっちぎりでかっこよかったんですよね、横に並んじゃうと特にね。次はジャケットのイメージがとにかく半端ない、1978年リリースの4作目、ゴールドラッシュです。これわざわざアルバムカバーコンセプトは矢沢永吉ってね、クレジットされてるんですよね。つまりデザイナーの悪ふざけとかではなく、あくまで A ちゃんのね、意思で形作られたものっていう、さすがにこれはちょっとかっこいいっていう気にはなれないかな、俺はね。まあ、好みの問題だとは思いますが、ちなみにタスキには、お前の瞳に何かが光る、ゴールドラッシュ、錆びた夢など捨てるがいいって書いてあります。で矢沢ファミリーの中核といえるノーバディの2人と後藤継俊はね、このアルバムでももちろん続投で、ドラムに村上ポンタとか角田ヒロをね起用してるっていうのが、バンド的にはポイントなんじゃないかな。あとキーボードを弾いてるのが坂本龍一っていうのもさ、意外な人選に感じると思うんだよね。そもそも音楽的な接点はなさそうだし、お互いにね影響を与え合うってこともなさそう。まあ演奏はねバッチリなんですけどね。そうそう、このアルバムは録音が素晴らしいというか、 A ちゃんのアルバムはね、ここから格段に音が良くなります。で楽曲というかパフォーマンスについては、そうだな、このアルバムは特に矢沢節が強烈で、もはやねソウルフルというより演歌スレスレな感じなんですよ。ちょっとそのあたりの歌い方がきつくて、あんまりネガティブなことは言いたくないけど、でもぶっちゃけね、楽曲の魅力を損なってる気もするんだよなっていうのがちょっと残念かなと。とはいえラストの長い旅とかさ、もう矢沢史上でも 1,2 を争う素敵なクロージングナンバーだし、何より大ヒットしたシングル曲時間よ止まれの完成度とかさ、かけ根なしにパーフェクトなんでね、時間よ止まれは A ちゃんだけの問題ではなく、アレンジも歌詞も全てが素晴らしすぎる、心からそう思ってます。ただこのアルバムから珠玉の一曲を選ぶとするならば、そんな時間よ止まれを押しのけて鎖を引きちぎれに軍配を上げたいと思います。もうね、 A ちゃんが堂々と歌い上げるライブの高揚感と直結するっていうかさ、制作段階からね、もうライブで盛り上がることを想定してると思うんですよ。だいたい歌詞も魂のシャベルで金を掘り起こせとかさ、 A ちゃんに似合ってるっていうか、 A ちゃんに言わせたいセリフって感じするしね、とにかく最高なんです。70年代の A ちゃんのラストを飾るのが1979年リリースの5作目、
Kiss Me Please です。ちなみにタスキには、優しさが少しずつ、そして素直に出せたならハードな生き方も洒落てくるって書いてあります。このアルバムについてはね、とにかく楽曲のクオリティが半端なくて、この後80年代のワーナー時代に追求していくさ、矢沢高品質路線のスタートって気がしますね。もうアレンジがね、完全に西海岸になってる。そうだな、和製ウエストコースト×矢沢節っていうのがね、このアルバムの持ち味というか、その一見アンマッチなんじゃねって思う要素がね、絶妙なブレンド加減でたまらないフィーリングを醸し出してるんです。アルバム全編を通してミドルテンポの楽曲とバラードでね、構成されてる大人っぽいアルバムとも言えますね。リーゼントやめてタキシードみたいな、ジャケット通りのシフトチェンジをサウンドでも実践してます。特に A 面後半のラスティンガールからミスター T に続くさ、バラードの連打とか絶品というか最高だし、裏返すとアップタイト、バカもほどほどにとかね、ミドルテンポの上質な楽曲が並んでる。もちろんシングル曲の I Say Goodbye So Goodbye も印象的な曲だし、そうそう、当時ね、広告系のコピーライターとして時の人みたくなり始めてた糸井重里が歌詞を書いてるワンナイトショー、あと天使たちの場所、そんな曲もあったりしてね、まあ話題にも事欠かない感じだし、このアルバムは本当にね、何度聴いても飽きさせないというか、全曲大好きすぎるんだけど、でもだからこそあえて歌詞も A ちゃんが書いてる過ぎてゆくすべてに、これをね、主曲の一曲に選んでおきます。まあメロディーが素晴らしいというか、アルバムを聴き終えた後に残る余韻がたまらないんですよね。なんつうか、聴き終わった後、さあ次って気にならない、他のアルバムに切り替えるどころか、頭から繰り返す気にもならない、もうね、ただただ満たされるっていう感じなんですよね。なんだろう、大人世代と背伸びしたいヤングに激推ししたい、そんなアルバムです。俺が最初に聴いた A ちゃんは85年リリースの横浜二十歳前なんだけど、 Take It Time とか苦い雨とか今もめちゃめちゃ好きなんだけど、ただ当時はね、あの名言集みたいな成り上がりって本にはハマったんだけど、 A ちゃんの音楽にハマるっていうことはなくて、次にちゃんとアルバムで聴いたのは89年リリースのジョージだったりするのね。そんな感じだから、今日紹介したさ、70年代の初作をきっちり聴いたのなんてずっと後になってからで、きっかけはね、 A ちゃんの50歳のバースデーライブなんですよ。あのマンションのお隣さんが夫婦揃ってさ、キャロル時代からの矢沢フリークで、そのお隣さん夫婦とね、俺と嫁と4人で見に行ったんだけど、あまりに歌が上手くてさ、超感動しちゃって、そこからガチで掘り始めたって感じなんですよね。なので未だににわか衆が抜けないというか、新参者気分だったりするんですけど、でもそこから数えて20年だからね、今では自信を持ってファンだって言い切れるし、実際相当好きなんですよ。特にね、その矢沢ブランドを確立するまでの試行錯誤が垣間見えるさ、70年代の作品はどれも代用が効かないというか、矢沢ヒストリーを語る上でね、一枚も欠かせないんでね、これまで A ちゃんの作品にちゃんと触れたことありませんよって人はね、いっそ I love you OK から順番に聞き進めたらいいのにって本気で思ってたりします。それでは今日はこの辺で、ベタなロックに乾杯。